おお、エステル君とヨシュア君じゃないか。アストンさん、こんにちは。お久しぶりです。ああ、久しぶりだね。聞いたよ、うちのルックがいろいろと迷惑をかけたようだね。父親としてお恥ずかしい限りだ。まあ、あれくらいの男の子ならやんちゃなのは仕方ないよ。私だって小さい頃は町の外で遊び回ってたもんね。君は女の子でしょうが。相変わらず元気がいいね。そのはつらつとしたところをここの新米どもに分けてもらいたいぐらいだよ。ちょうど今連中を鍛え直すために戦闘訓練をしようと思っていてね。ギルドを通して相手役を務めてくれる者を募集していたところなんだ。君たちならうってつけなんだが、どうだろう、お願いできないかね。うん、いいわよ。お引き受けします。ありがたい、感謝するよ。訓練の用意が整うまで少し休憩していてくれたまえ。万全の状態で立ち会ってもらわないと意味がないからね。それじゃあお昼寝でもしちゃおうかな。では僕たちの方も準備しておきます。うん、よろしく頼むよ。ではこれより訓練を始める。全員五歩前進。構え。確かに退屈だったけど。訓練だって分かっててもやっぱりおっかないよ。訓練中だぞ、死後は慎むように。本当の戦いだと思って真剣に取り組め。エステル君、ヨシア君、君たちも手加減の必要はないからね。うん、最初からそのつもり。わかりました。前へ。行くよ。行くよ。はっ、私の番ね。行くよ。みんな、行くわよ。行くよ。はあ。せい。僕の番だね。遅い。
戦闘終了。先に進もう。よし、そこまで。訓練は終わりだ。ねえ、てやっと終わった。お疲れ様でした。まったくもう情けないな。本当に兵隊さんなの？うるさいな。君みたいな野生児と一緒にしないでくれ。野生児ですって？スコットをやめるんだ。訓練はもう終わったんだぞ。エステルも落ち着いて。スコット、ハロルド、さっきのエステル君の言葉は市民の正直な気持ちだと思うぞ。本当に市民を守ることができるのか、真剣に自分を見直してみる必要があるようだな。はい。今日のことを忘れず、これからの任務に励むように。エステル君、ヨシア君、今日はご苦労だったね。君たちのおかげで兵士たちも少しは目が覚めたようだよ。お礼は私たちの方からしなくっちゃ。だってすごくいい訓練になったし。そうだね、いい勉強になりました。そう思えるようなら二人のブレイサー人生も安泰だな。お互い立場は違えど、公に尽くす身であることに変わりない。陰ながら二人の活躍を祈っているよ。ありがとう、アストンさん。アストンさんもお元気で。ではまたな。僕の番だね。はっ、私の番ね。この調子で行くわよ。これで依頼達成ね。お疲れ様。何か依頼を。